タタタツアーズで島訪問しよう。はい、どうもツアーガイドのタタタです。今日は花舞うレトロ&ファンタジーな太宰さんのグッドバイ島をご案内します。島のマップはこちらです。華やかに彩られたオリジナリティあふれる島クリに、アップデ後に全てリニューアルされた48個の部屋も面白いアイデアが満載なので、ぜひ楽しみにしていてください。では行きましょう。あ、島の石さんが着てる袴が可愛いですね。到着しました。オーナメント家具のアーチが素敵です。自作のマイデザの丸いレンガと緑の装飾のコントラストが綺麗なエントランスですね。素敵な本屋さんがあります。まずは右の階段を登ってメインストリートへ向かいます。手前の道にはホテルや服屋さん、たぬき商店、園芸店が並んでいて、ここも華やかに装飾されていて素敵ですね。この真ん中の道が島で一番華やかで賑やかなメインストリートになります。空中レンガのアーチをくぐると、左右から紙吹雪やシャボン玉が舞ってきて、パレードのような華やかさがあります。博物館の広場までつながる奥行きとワクワク感を重視して作られたそうです。交差点の真ん中でみんなでダンスをすると楽しそうですね。はい、次はレトロでアンティークな王道百貨店へ行きます。エントランスはお洋服と輸入食品のお店です。どこか懐かしくて小説に出てきそうな不思議な感じが素敵ですね。右の部屋にはなんと映画館がありました。狭いスペースに本格的な受付もあって驚きです。その横には4席の座席があります。とても素敵な空間です。映写機や照明がリアルですね。地下にはデパ地下があります。新格を使ったたくさんの食料品があってとてもワクワクしますね。次は博物館前広場から駅前広場を通って駅に向かいます。小さなケーキとコーヒー屋さんも味があって素敵ですね。奥の滝の下にガゼボが見える風景が華やかです。博物館前には噴水やベンチがあって、住民さんたちがくつろぐ憩いの場所になっているそうです。ここが駅前広場です。うどん屋さんやカフェがあって駅っぽいのがいいですね。では駅の建物に入ってみましょう。はい、こちらはさくらんぼ駅です。レトロ町の駅舎には切符売り場や売店があります。島の名物さくらんぼ製品のお土産も販売されています。駅にはステンドガラスとレンガのレトロな喫茶店があります。オムライスとナポリタンが美味しそうですね。駅舎の奥には駅のホームもありました。柱とチックボールステッカーで線路の壁を黒くして、線路が横に続いているように見える工夫がされています。環境音で列車の音もついています。地下には列車グッドバイトレインがありました。なんとチックボールステッカー40枚を使って窓を木製にしたそうです。壁掛け埴輪のお客様が可愛いですね。外の景色を眺めながら食事を楽しむことができます。いや、レトロでロマンチックな列車いいですね。はい、こちらは花咲く風車の川辺です。一段下の花の川辺と風車が回る景色を楽しみたくて作ったそうです。オレンジの風車とレンガの橋、カラフルなお花が華やかですね。川を眺めてのんびりできるカフェテラスも素敵ですね。住民さんも座ってくれるそうです。はい、次は回廊植物園に行きます。ここは植物園前のマーケットです。植物園の周りを囲むお城の雰囲気に合わせたレトロでファンタジックなマーケットです。メリーゴーランドやカーニバルの屋台に商品がたくさん並んでいて、とても賑やかです。はい、では回廊植物園に行きます。この門をくぐるのがワクワクしますね。わー、本ヒアシンスト装飾が綺麗です。回廊植物園はいろいろな角度から立体的、重層的に景色を楽しめるように考えられていて、季節に合わせて飾り付けや地面のデザインを変えて楽しんでいるそうです。植物園の1段目の花壇を降りて右の方に進むとツリーがある撮影スポットがあります。ヒアシンスと青で統一されたオーナメント家具がすごく綺麗です。埴輪も可愛い。左の門から出るとここに船着き場もあります。メインの階段の手前にはオーナメント家具が立体的に装飾された華やかな滝があります。手持ちカメラで撮影すると迫力がすごいです。次は島のナンバーワンフォトスポット
回廊植物園のメイン階段を登ります。色鮮やかなバルーンを背に華やかな植物園の風景が上下左右に広がっています。カーニバルのバルーンやオーナメント家具がとても賑やかで素敵ですね。階段を上がった先の橋も華やかなアーチがあって左右が賑やかに装飾されています。奥にはメリーゴーランドや観覧車もあります。ここで踊ると楽しいですね。斜め上からの景色も綺麗です。あんなとこにジャスティンが。レンガの橋を渡ると遺跡のアーチがあって植物園の奥にも華やかなパイプオルガンがある演奏できるスポットがありました。お城の塔で囲われた橋も素敵ですね。こちらはアンティークゴールドマーケットという博覧マーケットです。一年中ゴールドツリーを飾っていて金のお店やランプのお店など異国風のお店がたくさんある華やかなマーケットです。オレンジの風車が並んでるのも可愛いですね。このマーケットの上は登れるようになっていて眺めのいいバルーンテラスがあります。オレンジに緑が生えてて爽やかです。次は島の温泉街ワエリアです。橋から見える風景が綺麗ですね。橋から見下ろすと温泉があって遠くに五重の塔と山が見えます。ここはお土産屋さん通りです。こちらの石畳も四季の風物を入れて新たに描いたそうです。手持ちカメラで撮影すると観光旅行に来てるみたいです。旅館前には四季折々の低木の花が咲く和庭園があります。旅館のエントランスもアンティークで素敵です。温泉もゆったりとくつろげるソファーがたくさんあってマッサージ機もあります。お風呂上がりは卓球ができるゲームセンターで遊んで枯山水のある客室に宿泊することができます。畳のある和室が落ち着きますね。島の中には太宰さんが好きな太宰治の顔はめパネルもありました。島作りでこだわっているところは一つ一つの風景をいろいろな角度から立体的に楽しめるようにエリアの区切り目を除いて風景を遮る大きな壁のようなものはできる限り使わないようにして一つ一つの風景が重なって重層的な奥行き感が出るようにしているそうです。地面の前デザインも季節ごとに書き換えて季節の移り変わりを楽しんでいるそうです。ここにも列車が走っていて面白いですね。では最後は太宰さんの自宅太宰邸に行きます。ここは自宅兼オフィスで島の整備事業を行っている事務所だそうです。アンティークでかっこいいオフィスですね。こちらの部屋は島の特産品のさくらんぼ商品の生産工場です。ハイテクな機械が揃っていて本格的ですごいですね。クイズ番組を収録できるテレビ局もありました。機材も揃っていて調整室もあります。この部屋はある小説家の自室だそうです。土間にキッチンがあったりお風呂と和室の仕切り方も素敵ですね。執筆中の小説が散らばっているのがとてもリアルです。本当に小説の中の架空の世界が表現されたような華やかで賑やかな美しい島でした。ぜひ夢番地に遊びに来てみてください。私が着ていた可愛い袴の前デザインも配布されています。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録評価ボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。